政府は緊急事態宣言で営業を短縮した飲食店と取引がある納入業者などに対して、最大40万円の一時金を支給する方向で調整していることがわかりました。政府関係者によりますと、一時金の対象となるのは、一都三県で時短営業を行う飲食店との間で食材や商品を取引している納入業者などです。 今月か来月の売り上げが前の年に比べて50%以上減少したことなどを条件に法人に対しては40万円個人には20万円を上限に一時金を支給する方向で調整していますイベント開催の規制で影響を受ける事業者に対しても会場費や人件費などのキャンセル費用を支援していく方針です。政府はこうした支援策を 週明けの12日にも打ち出す方向で調整しています。